ホーム&アウェイ、ホーム&アウェイで言うとアウェイの映画館っていうのがあってですね今年アウェイの映画館行ったのはジャンクヘッドと、そしてこのプリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第2章ですよね。そう、なかなかね、めんどくさいですね、アウェイ行くのはね。いや、まあとりあえずオープニング、はい、モハスミヨシバーチャルシンガーソングライターのモハ元スミヨシ自分の名前を噛む元スミヨシの名前でございます。今日はですね、プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー、見てきたんで、あれがね、外れたんですよ、舞台挨拶。まあなので、あれって配信とかで見れるのかな、見れたのかな、ちょっとわかんないんですけど、あれはやってたんだよね、なんだっけ、LV、ライブビューイング。いや、見たかったな、古木のぞみちゃん。古木のぞみちゃんのことは大好きなんで、見たかったなと思うんですけど。まあ、プリンセス・プリンシパルという作品シリーズはですね、テレビシリーズが2017年、今から5年前ですか、やってて、主人公は今村さんが今は亡き今村さんがですね、やってらっしゃって、まああの5人も大好きでしたけどね。いや、まあ引退されちゃいまして、プリンセスプリンシパルでね、やっぱ人気声優になったっていうところで、もうこの業界ダメだわって思ったのか分かんないですけど引退されちゃいまして、なんかね、もったいなかったですよね。もったいないっていうのは、まあファンの感想としてはね、まあ本人としては英断なんじゃないですか。でこれが去年だっけ、一昨年な気もするけどね、に全6章で映画シリーズになるっていう、まあなんかアルバン方式だよねでやるっていうことになって、今第2章目ですね。まあ第1章はさ、なんかっていう感じの終わり方だったわけですよ、一生。まあなんていうか、要は続きものだから、あんまりこうすごいカタルシスがあるわけじゃないわけですよ、映画的なね。まあなんだけど、もう第2章ともなればね、もうそれはな、分かってるそれは分かった上で言ってるっていう感じで、まあまあなんか続くんだろう、テレビシリーズと同じ感覚で、見える感じですよね。まだまだある意味前半戦っていう感じですよね。で、前後してますけど、プリンセスプリンシパルの世界観は、まあ、女子高生、美少女動物園系ですよね、美少女動物園系、美少女5人の5人を楽しむっていうやつ5人がこう、わちゃわちゃしてるのを楽しむっていうのが一つと、あとそこに結構ハードなスパイもの、スパイアクションものを入れてるっていうことですよね。ここの取り合わせがなんか面白いですよね。同時期にさ、リリース・ザ・スパイスっていう、やはり JK プラススパイものがやってたんですけど、あったんですけど、ほぼ同時期かな、ちょっと後じゃないかな。あれはね、スパイ成分がもうちょっとぬるいんですよね。対するプリンセス・プリンシパルはかなり強めの
スパイアクションが入ってるってのはポイントですかね。あとね、SF 要素。SF 要素としては、ケイバーライトっていう謎の鉱石があって、これがあることで、空中戦艦みたいなのが作れるんですよ。そうそう。空飛べちゃう。巨大な船が空飛べちゃう。で、巨大な船は飛べる、を飛ばすのは、比較的技術的には簡単なんだけど、人一人みたいな小さいものを浮かすっていうのは技術的に難しくって、で、それが可能になってるのが、主人公チームだけみたいなところで、なんか、エッジが効いてるみたいなところがあるんだよね。ね、ちょっとね、今、喋りたいことを一つ思いついたんで、メモります。ごめんね。はい、メモりました。関係ないこのように時間を使っちゃってすいません。ですね、おいで、プラス、イギリスの産業革命ぐらいなのかな。ちょっと、あんまりっていうか、全然詳しくないんで、あれなんですけど、イギリス近代史、ここの関係性ってもある。だ、イギリスってさ、世界帝国になったじゃないですか。あの時代なんですよ。トラファルガー海戦？トラファルガー海戦で、スペインの無敵艦隊を破ってイギリスがまあ覇権国家になったみたいな歴史があるじゃないですか。だ、戦いみたいなものっていうのがまあおそらくこのプリプリ世界にもあって、で、そこで、圧倒的な力を持った原因として、そのケイバーライトっていう、その空中戦艦が作れるっていうものが、あるみたいな世界観なんだろうなっていうのとか、まあ女王陛下がいたりね、まあビクトリア女王が多分、あれなんだと思うんですけど、モデルなんだと思うんですけど、ね、まあ当時のね、ビクトリア女王、なんだ、エドワード7世が、ビクトリア女王が、ね、亡くなって、エドワード7世が、継ぐっていう展開があるわけですよね。実際のイギリス近代史がね。まあなんかその辺踏まえとくと、さらに、プリプリ面白くなるのかなと思うんですけど、ちょっと勉強不足なんで。この元住吉七はちょっと勉強不足なんで、はい。勉強しときます。3章を見るまでにちょっと勉強しとこうかなとか思いました。ネタバレするまでの感想としてはですね、まずキャラデザが可愛い。これは前々から分かってるんですけど、最近やっぱね、絵描くようになったからか、あ、でも絵描くようになったってことは、去年だね。一章ね。だから、毎年出るのが、はい。そう。キャラデザが可愛いんですよね。なんか、すごい、そう、絵描くようになったから、解像度が高くなってるんですよ。最近真面目に描いてないけど、解像度は高いですね。まあ、自分の目のね。自慢話かみたいな話ですけど。で、その解像度高い目で見ると、さらに可愛い。あ、こうなってんだ、みたいな。で、他のアニメの桜とかとも比べたりとかね、したりしながら、見ちゃいますよね。なんか、っていう。絵描ける人たちっていうのは、描ける人たちっていうか、上手い人たちっていうのは、こういうなんか目の延長線があるんだろうなっていうのが、ちょっと最近分かってきて面白いんです。まあでも、一言で言うと、可愛いっていう。みんな可愛いんだな。一
一番好きなのはそうだな、キャラデザで言うと一番好きなのはまあプリンセスですよ。まあ一番可愛い、可愛いとか好きなのはね、キャラデザでね、はい、まあいろいろ込みで一番好きなのは知性かな。まあいいや。あとオープニングがかっこいいです。オープニング映像もいい。クラウンハンドラーはクラウンハンドラーのオープニングがあるんですけど、まあ使い回しちゃ使い回しだと思うんですけど、かっこいいですね。音楽もいいしね。ボイドコーズだっけ、あのテレビ版とさ、あのボーカルが違うみたいよ。うん。気づかなかったですけど、あの曲作ってる人は一緒なんですけど、うん、そうそう、そんな感じで、オープニングかっこいいなっていうのがありました。ファン、ジャズファンクかな、アシッドジャズ、ジャズファンク、ジャズファンクっていうとインコグニートみたいなやつ、インコグニートみたいなやつじゃないな、もっとジャズ寄りだね。うん、ファンク系のビートのが入っているんだけど、やってることはジャズで、しかもモードだよね、モード文脈の影響が強いジャズだと思います。ちょっとわかんないですけど、わかんないのかみたいな。そうね、まあジャズって言ってもいろいろあるからね。まあいわゆるなんか調整がしっかりしてるさ、ビバップみたいなジャズではないないよね。まあ、でプリンセスプリンシパルコードがあると思ってて、これはねあるんですよ。まあさっきのさ、ハードなスパイモノっていうところで言うと、あの必ず人が死ぬっていう。まあ、テレビシリーズからつながるコードね、コードっていうのは放送コードのコードね、プリプリコードがあるのね。ね、プリプリマナーと言ってもいいですけど、必ずやっぱ人が死ぬ、ちょっと不条理な死に方をする、国の対立みたいな、ことに巻き込まれてなんか死んでしまう。人が出てくるっていうのがまあ一つプリプリコードだけど、なんだけど美少女は死なない。これもプリプリコードですね。だから、これはネタバレなのかな、ネタバレなのかな、美少女は死にません。あのプリンセスプリンシパルではテレビシリーズでもそうなんですけど、美少女は必ず生き残ります。死ぬのは大体男ですね。はい。うん。あとね、そうね、あの、ベアトっていうキャラがいるんですけど、声を失ってて、で、機械で声を出す装置が喉に埋め込まれてるっていう人なんですけど、この子がテレビシリーズだと、毎週見せ場があって、その機械使って声色を変えて、なんか人を騙すみたいなシーンがね必ずあるんですけど、これがねクラウンハンドラーではないんですよね。まあ、プリプリコードのテレビシリーズプリプリコードの一つなんですけど、ないんですよ。で毎回さ、なんかゲストに大御所の声優みたいなのを、大御所の声優でもない、だけでもないか。なんか、いろんな声優さんが声を当てて、面白いんですけど、そこも一ネタあるはずなんですけど、これだけ徹底的にね、徹底的かどうかわかんないですけど、クラウンハンドラーでは1、2章ではなかったですね。あ、ベアとの見せ場がないよって思いながら、うん。他の子たちはさ、見せ場あるわけですよ。ああ。いや、まあ、あの、巨乳の人。巨乳の人。タイチオちゃんがやってる巨乳の人がさ、いるじゃないですか。もう、あれも信じられないような巨乳ですよね。
あんななんないよって思いますけど、まあ、あの人くらいじゃないかな、見せ場がないっていうのは。ベアト以外に見せ場っていうかね、なんかあの人じゃないとできないことっていうのがさ、あんまりなかったじゃない、まあキャラクター的に、まあ、リーダーっていうポジションだからさ、そういう見せ場うんぬんじゃないキャラクターなのかもしれないけどね。多分ベアトはさ、でプリンセスはなんかプリンセスパワーを使うだけで見せ場になるというか、なんというか、私主人公のアンジェちゃん、アンジェポステコグルーちゃんはですね、ポステコグルーではないんですけど、アンジェちゃんはまあなんかアクションあるし、チセちゃんはね、やっぱり最強の一角ですから、このプリンセスプリンシパルの中では、まあしかし今回はその最強の座をなんていうのかな、脅かすような相手がいましたけどね。はい。まあまあまあ、こんな感じなんですけど、ベアとは明らかに見せ場として声を変えるっていうさ、見せ場があるわけじゃないですか。見せ方がもう存在してるにもかかわらずやらないんですよね。それが気にはなってる。どっかでやるのか、はたまたは6章全部通してやらないってことはないと思うんですけど、どうなるんでしょうか。気になります。そこだけ気になってる。ベアと活躍してくれ、まあこれ前回も言ったな。この間の感想でも言ったような気がする。ベアと活躍してくれっていう感じですわ。というわけで、そろそろ、ネタバレをしていくんで気をつけてください。退職対ネタバレ防御お願いします。じゃじゃん。ネタバレ感想としてはね、競馬ライト爆弾。これよ。これ今回のまあ一番のギミックよ。でケイバーライトって無重力を作れる、どうにかすると無重力が作れる装置じゃないや、鉱石なんだけど、それがさ、爆弾に転用できるんですよ。ここでわかることは、もうケイバーライトイコール核ですね。核兵器みたいなもんね。要は人類が、とんでもない力を手に入れてしまった。それをに対してどうするみたいな話っていうのが、テーマが、まあ、差し込まれたってことですよね。このケイバーライト爆弾っていうものが出現したことによって。そう。そのテーマについては、おそらくやるんでしょう。うん。この6章を、今後の流れの中でケイバーライトというものと人類が手にした巨大な力に対して人類がどう対処していくのかっていう話があるはずですよね。で、それに対して各陣営がどうしていくかみたいな話があると思うんですけど、そう。ただ、ちょっとね、このコロナ禍ですよ。今コロナ禍になってしまった今、このテーマ若干古い気もするんですよね。まあただそうだな、10年前に日本でも核、原子力炉がなんかね、あれしちゃったわけじゃないですか、福島で。っていうところからの、話の伏線っていうのはあるような気はするよね。まあただどういうふうにケイバーライトについて、あるいは核について考えているのかっていうことが、この作品からは、この作品6章この後見ていくことで分かっていくのかな。6章全部見られるまで元住吉七尾が生きてたら
続きをについても話したいと思います。はい。でさ、うん。そうだ。さっきのやつ。さっきのやつがあるよね。で、バリアー的なやつね。ケイバーライトがさ、バリアー的なやつがあって、あれも何なのかよくわからないんですけど、アンジェがさ、小型の携帯型のケイバーライト装置を持ってるんですよ。で絶対爆弾よりも、ふわっと吹かせる方が難しいと思うんですけど。まあ、それはさておき、あれさ、バリアーみたいなのがあって、こう歩いてたりして、なんかあれが面白かったですけどね。どういう設定なんだろうみたいな。ケイバーライト爆弾自体もさ、どういう設定なんだろうっていうの気になりますよね。裏の設定絶対あるとは思うんですけど、うん。気になるわって思いました。で、今回からね、三つどもえになるのよ。三つどもえ。今までって、その王国派と共和国っていう二つにこう分断されて、で、ロンドンの壁っていうのに、ベルリンの壁みたいなやつによって、ロンドンが東西に分かれちゃうみたいな話なんですけど、設定なんですけど、まあ、共和国側っていうのが、いわゆる、イギリスの何、独立労働党だよね、多分ね。から、着想を得てると思うんですよ。うん。で、そうね、そこから着想を得てるとは思うんですけど、まあそこの王国側と、共和国側の、だその独立労働党がさ、イギリスの半分を半分を手に入れて独立国になったみたいな、そういう感じなんじゃないかな。ちょっとわかんないですけど、本当イギリス近代史に詳しくないからすいません。わかんないんですけど、まあ、そこ調べたい。あ、今度調べよう。一冊本読みたいな。イギリス近代史がわかる本を。おいでさ、そうなんだけど、さらに、アメリカ帰りの男が現れるわけですよ。パプテマスシロッコですよ。いわば。パプテマスシロッコが現れてですね、こいつが、まあ、リチャードって言うんですけど、女王の、息子の人に第二皇太子かな。うん。それでさ、その子がまあ外面はいいんだけど、まあ実はなんか悪いことをいろいろ企んでるという、悪いことっていうか、なんというかを企んでる、いろんな企みがあるということで、王国の保守派、共和国の対立に加えて、その第三勢力としてのこのリチャード派だよね、王国革新派みたいなものが現れるという、こういう展開で、やっぱこの三つどもえになってくるとちょっと面白いですよね。うん。で、思うにもう一つぐらいなんか勢力が、6章まであるんなら、もう一つぐらい勢力出てくるかもしれないんですよね。どうなるか、収集つくかわかんないですけどね。でもそれぐらいいった方が面白いような気はしますけどね。まあ、無責任なことを言うとね。そんな感じですけど、この三つどもえになるっていうのがね、ちょっと良かったですね。で、まあ、この2章までで、まあ、少なくともこの三つどもえの構造っていうのが見せられましたっていう。1章は、大体、なんだろう、2017年のプリンセス・プリンシパルってどんな作品だったかみんな覚えてるっていう、こんなだったよっていうのを提示するのがさ、第1章だったとしたら、第2章はこの6章の今回の劇場版シリーズで何やるかっていうのが、提示、何やるかっていうかの、まあ、背景設定
をこう見せたっていう意味合いがあるのかなって思います。うん、まあ今まで三つどもえってなかったよね、多分ね、あのテレビシリーズでね、と思うんで、そこの面白さがあるかな。でそのさ、アメリカ帰りの男が、あのインディオを連れてきてるんですよインディオのすごい凄腕のインディオを連れてきてて、これがねいいですよね。いいのかな、ちょっとわかんない。でさ、この戦闘力が高いのはイギリス人じゃないっていうことなんですよ。はあはあはあでしょ。主人公チーム最強の、最強であり戦闘力劇中最強の一人だと思われるのが、チセちゃんじゃないですか。日本人よ。でそのチセちゃんとほぼ互角と思われるのがこのインディオの人よ。ああアメリカの先住民ですよね。ネイティブアメリカ、インディオっていう言い方今よくないのかな。アメリカ、ネイティブアメリカンだよね。そうそう、ネイティブアメリカンが戦闘力が高いってことになってる。なかなか興味深いでしょそうねっていう感じです。まあなんだろうな、今さ、このコロナ禍になったことで、この世間的なさ、世界認識みたいなものがだいぶ揺らいでる時代だと思うんですよね。なのでそこを表現する何かに、この今後6章までやるってことはさ、毎年やるとしたらあと4年やるわけじゃないですか。そうしたら多分じゃないや、シナリオを修正していく時間とかっていうのもきっとあると思うんですよ。だ後半なんかその辺のテーマがひょっとすると入ってくるかもしれないなっていうのもちょっと興味があります。あ、ケイバーライト、核の取り扱いっていう話はと別に、そうね、そういうところが出てくるのではなどと思ったり思わなかったりしております。以上かな。あとなんかあるかな。トラファルガー海戦トラファルガー海戦後の世界だよね。なあね、イギリスがあの世界を取ったってことね。世界三大海戦の一つですよ、トラファルガー海戦。三大海戦ってあるのかな。サラミスの海戦ね。サラミスの海戦は古代の何、ギリシャのアテネの海軍がペルシアの海軍を破ったやつがあれですよ。破ったやつがサラミスの海戦ね。でトラファルガー海戦がスペインを無敵艦隊撃破したやつでしょ。で日本海海戦ですよ。日本がロシアの海軍を撃破したやつ。この3つが、世界 三大海戦と言われてますけど、まあ関係ないよね絶対出ないですね。ジンギスカンをやるんだったらあるかもしれないけどこうプリンセスプリンシパル世界の前の時代の話ですよね。まあいいや、そんな感じでちょっとイギリス近代史に興味が出てくる作品でしたね。はい、というわけで見てほしい映画リクエストなどあったら教えてください。いやー
映画って本当にいいものですね。それではさよなら。